はい、どうも皆さんこんにちは、アキラです。今回はですね、ソニーの FX3 が結局ね、動画機最強ですっていうような、まあ、お話というか、まあ、僕2年半使用してきたので、もう本気レビューをねしていきたいなというふうに思っております。いやもうね、なんだかんだ FX3 を使用するようになってから2年以上が経ったんですね。でまあ僕自身かなりこう、まあ、YouTube もそうなんですけど、まあ映像制作というその案件とか、まあ、現場でこの FX3 っていうのをほんまにめちゃくちゃ使ってたんですよ。あんまりこう YouTube の中ではそんなにこう皆さんに紹介していなかったんですけれども、実際めちゃくちゃ使ってました。で、まあ、自分の FX3 ってわけではないんですね。でこれお借りしている、まあ、カメラでもありますし、まあ、僕が普段こう映像制作をする際はもう基本レンタルでやっているので、まあ、特にね購入報告とかをしたわけでもなく、自分が今買ってるわけでもないんですけれども、使ってきた期間はかなり長いので、ほんでまあここ 2,3 年まあいろいろとカメラが出てきたけれども、まあこいつがやっぱ最強だなっていう結論になりましたので、まあそのような話を今回はね、深掘っていきたいなというふうに思っております。でまあ僕自身がねこの FX3 を使って、まあ、どういう風な映像制作をしてきたかっていうところなんですけれども、ほんまに多種多様な、作品を作っています。まあそれこそまあミュージックビデオであったりとか、僕自身がこの YouTube チャンネルでね配信しているその映像作品とかですよね。まあ冬にね大元さんと制作をしたショートフィルム、まあサンタさんのねまあ動画とかかなり好評だったんですけど、ああいったものの短編映画とかもこのね FX3 で全て撮影をしておりましたし、まあ最近だとまあシンガポールムービーですよね。まあシンガポールに行って、まあ、トラベルビデオをね作らせていただいて、まああれは FX3 を2台体制で作ったね作品でもありますし、であとは YouTube 上の企画であったりとか、まあ中には僕自身まあ映画のね撮影とかで FX3 と FX9 とかをね使って作品を作ったまあ映画とかもあったりするし、まああとね、もしかしたら知ってる方もいるかもしれないんですけど、まあ別のチャンネルでね、まあこういったパロディ動画を作らせていただいてて、まあここのまあ作品を作るのは全て FX3 だったんですよね。でこのねショート動画すごい世界的に見られてて、再生回数も今1億人ぐらい突破してると思うんですよね。まあ何千万回っていうね再生数をね出すことができたのも全てねこのカメラだったからなような気はしていますし、まあそういういろんなほんまに多種多様な制作をさせていただいております。まあそんな中でマジでこう僕自身がいろんなこう映像をこの FX3 で作っていたからこそ、まあ分かる、まあ、良さであったり最強であることの理由が5つあるので、それをお伝えしつつで強いてあげるとしたらの、まあ、欠点というか、まあここはね、まあ、実際惜しいんですよねっていうのも、まあ、一応あったりはするので、そういったところもね踏まえて、いろいろとね皆さんに深掘ったお話を、ね、していきたいなというふうに思っております。でぜひね僕のインスタグラムとかぜひよかったらチェックしてみてください。普段僕が制作している動画であったりとか、まあ、最近写真もねよく上げていますし、まあ、今までにね作っていた映画とか CM とかいろんなものが、まあ、インスタに載っけてたりとか、まあ、インスタでしか見れないねコンテンツもあるので、よかったらチェックしていただければいいかなというふうに思っております。というわけでですね、まあ、まずねこの FX3 の、まあ、スペックを軽くねおさらいをしていきたいなというふうに思っております。正直今回もスペックの話あんましたくないんで、もうざっくりとこんな感じで、はい、ぜひ見てください。このカメラは、まあ、有効画素数が1200万画素っていう、その画素数が少なめのね、あえて少なめにされてるカメラなんですよね。で画素数が少ないことによって、まあ、夜の撮影にすごく強くなってくるんですよ。画素数が多いとノイズが出やすくなってくるっていうデメリットがあるんですけど、画素数が少ないのでノイズが乗りにくい、なので夜の撮影がすごくしやすいカメラになっています。で最大 4K422:120fps っていう、まあ、4K 動画でも超高画質にスローモーションができるみたいな、そんなカメラです。やばいです。で15プラスストップっていう、まあ、高ダイナミックレンジを備えていたりとか、まあ、シネ EI とかね、55.5 アクティブデフォルメ補正とか、もうかなりベースのレベルが高い、何も不満がないようなカメラだと僕は思います。でまあ筐体自体もすごくかっこいい作りだと思いますし、まあ、僕の中ではすごくね、まあ、映像を作っていて、まあ、こう性能はもちろんだけども、まあ、見た目のねデザインとかビジュアルとしてもすごくね、まあ、価値があるというか、まあ、所有欲を満たすようなカメラのうちの一つなんじゃないかなというふうに僕は思います。はい、まあ、こんな感じで、まあ、詳しいスペックはね、他の YouTuber さんのレビューを見ていただければたくさん出てくると思うので、ぜひね、そちら見ていただければいいかなというふうに思っております。ってことで、ここからですね、はい、実際にこの FX3 が動画機最強であるということの5つの理由をね、深掘っていきたいなというふうに思っております。じゃあ、まず1つ目いきたいと思うんですけれども、絶対的な画質が約束されるっていうところです。はい、これね、多分ね、あ、確かにってね、多分 FX3 ユーザーの方になったと思うんですけれども、とにかく綺麗で、まあ、高画質でね、撮れるっていうのが約束されるんですよ。このカメラを使えば
まあ、そこがね、まあ、最も最強なところかなと僕は思いました。まあ、もちろんこのカメラに対して理解はしていく必要はあると思うんです。例えばまあシャッタースピードとか ISO 感度とか、まあ、マニュアルの設定とか、そういう根本的なもう本当にベースの基礎概念っていうのはもちろん誰でも理解はしないといけないんですけれども、ある程度理解をした方でこのカメラで使って撮影したら、なんか失敗する理由があまりないっていうか、逆に言うとぐらいもうね、なんか絶対的にいい画質でいい映像っていうのが約束されると思うんですよね、僕の中ではですけど。でそれがなぜかって言ったら、まあ、オートフォーカスがめちゃくちゃ早いわけですよね、ソニーのカメラなんで。で手ブレ補正がアクティブ手ブレ補正で優秀ですと。でそれでいて、フルサイズの 4K422.10bit っていうのを全くノンストレスで何も条件をつけずにあっさりと撮ってくれるみたいな、そんなカメラになってるんですよ。で極めつきはね、これこんなに軽いと。なのでまあ20代30代ぐらいの男性1人がこのカメラ振り回すなんてことはもう余裕の余裕なわけじゃないですか。ってなった時にミスの仕様がないと思うんですよ。このカメラで撮ればある程度絶対いいのが撮れると思うんですよね。でそれをさらにね、裏付けるものとして、例えばじゃあこういったソニーの単焦点レンズとかを使った時に、まあ本来単焦点レンズって、まあ、開放 F 値を開放とかにさせていくと、まあ、かなりボケていきますよね。すごくこういい映像が撮れるんですけれども、やっぱその単焦点で開放にさせるとフォーカスがすごくシビアになってくると、こうピントがね合わせにくくなってくるっていう欠点があるけれども、この FX3 はもうそんなものも関係なくて、単焦点であろうと絶対にピントが合うんですよ。もうオートフォーカスを使えばもう絶対的に安心して撮れるというか、なんかこうほんまに手ブレは効くわ、フォーカスは早いわ、画質は超高画質で撮れるわ、で軽量やわってなった時に、なんかもうあと自分がどう撮るかだけみたいなところになってくると思うんですよね。っていうなんかこうほんまに欠点がないからこそ、ほんでこうやっぱ50万円という値段のだけあって、その画質も最高レベルのものだと思うんですよね。結局 4K422.10bit120fps で撮れるカメラっていうのは今んとこほぼソニーぐらいじゃないですか。フルサイズカメラでそれをミラーレスカメラとしてできるものっていうのは結局今んところこのソニーの FX ぐらいやと思うんで、だからまあこれでこう中途半端というか、なんかこう撮りミスを頻発させる方がむずいんじゃないかなぐらいの感じかなと思います。だから変な話、まあ、最近よく僕も YouTube 上とか Instagram 上でこういろんな方のね映像作品がたまにこう流れてくるときにちょっと見てみると、やっぱそんなこうカメラを始めて1年で撮ってみた方とかの作品もやっぱ FX3 列が高かったりとか、あ FX3 で作ってる作品ってやっぱこうそれなりの品質がねやっぱり約束されてるような気がしてくるんですよね。すごい今主観的な話をしてます。はい、すごいね偏見かもしれないんですけど、なんか僕はねそういうやっぱ結局このカメラが、まあ、一番ベーシックであり一番こうあの画質を簡単に引き出せるカメラなんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけで FX3 が最強の動画機である理由2つ目なんですけれども、ほぼ全ての映像コンテンツの撮影を行うことができるっていうところです。はい、まあ、全ての映像コンテンツに対応できるっていうところかな。もうこれはね僕がね自信を持って答えます。全部これ1台でいけちゃいます。まあ、というのはその映像のジャンルっていうのをまず考えた時に、まあいろいろとあると思うんですよ。まあなんかこう、まあ、上下というかこうジャンル別に見た時に、まずは YouTube とか Vlog とか本当に気軽に誰でもできるようなこういった発信とかも、まあ、もちろんできますよね。 YouTuber にとってこのバリアングルモニターっていうのはやっぱり結局重宝するし、まあ、オートフォーカス早いから YouTube 客にもすごく向いてる。で YouTube 上の作品とかもやっぱこれで作りやすい、手ブレ補正もあるから Vlog が撮りやすいとか、まずいきますよね。で最近のトレンドである縦動画ですよね。ショートの短尺動画とか、まあ、縦で撮りますよね。まあ全然これもバリアングルなので縦で自撮りもできたりとか、こうやって全然撮れますよね。でなんなら実際に僕はその実績としてこのデミクロっていうチャンネルで何億回っていう再生とか何千万っていう再生を出しまくったということもやってるので、まあ、そこも全然問題なくできていますと。であとはライブ配信ですね。僕ねちょっとねライブの講師とかもねちょっとやってたタイミングがあったんですけど、そういった時に FX3 でやってたことが多かったんですよね。それもねやっぱり余裕でできます。なのでライブ配信とかで最近見た記事だと、そのライブ配信にこの FX とかを導入してる企業があったりするみたいな、まあ、ぐらい全然使えるようなカメラになっています。であとはこう制作っていうジャンルになってくるんですけど、まあ、例えばドキュメンタリーとか、まあ、ミュージックビデオとかもうこの辺は間違いなくできますと。僕も実際ミュージックビデオとか作ったりしますし、ドキュメンタリーは僕あんまり結局これでやってないんですけど、ドキュメンタリーも多分全然いけるっすよね。ちょっと身近な方で言うと、まあ、稲穂フィルムの伊能さんっていう方が最近 FX3 でドキュメンタリーを作られていて、まあ、YouTube 上に上がってるんですけど、それとか見てもやっぱめちゃくちゃ良かったなと思うし、まあ、そのこう作品を通してなんかその FX3 の色味であったりとか FX3 のその良さっていうのがすごく際立つような作品だったなっていうふうに思いました。まあ、ああいうのを拝見させていただいても、まあ、やっぱり FX3 すごいドキュメンタリーにも使えそうだなっていうふうに思いましたし、まあ、あとは
その映画とかにもなってきますよね。で僕自身もその映画のね制作で FX3 使ってたことがあったんですけど、なんか最近結構有名なハリウッド映画で FX3 が導入されるっていうような、まあ、ニュースがあったりしますし、なんかそれこそやっぱこうシネマラインの FX3、FX9 あるいはベニスっていうもっとこう上位グレードのカメラの位置づけのものがメインとなって、これがまあサブカメラとかあるいはクラッシュカムとかとして入っていくようなこともまああり得るわけなわけですよ。でそして最後にネットフリックスに関してなんですけど、このカメラはネットフリックスの認定のカメラになりました。これも有名な話だと思うんですけど、ネットフリックスっていうのは、まあ、決められた認定のカメラで、まあ、9割以上のね撮影をしておかなければいけないみたいな一応のその一定のルールがあったりするんですけど、まあ、その認定のカメラの中のうちにこれがね、入っていますと。でやっぱりねミラーレスカメラで認定されているカメラっていうのはまだ言うて3台ぐらいだったと思うんですよね、まあ、っていうぐらい、まあ、結構そのミラーレスの中では、まあ、ネットフリックスにも、まあ、一応ね、まあ、公認というか、まあ、実際使われていると思いますし、まあ、っていうところで何でもこれでいけちゃうんですよねっていうのが、まあ、まさに強いのかなと。だからね僕自身もこのルミックスの S1H とかよくね使っていたんですけれども、制作例えば MV とか、まあ、映画とかそっち系には向いてるけど YouTube とか、まあ、軽く撮るとかそういったものには向いてないとかやっぱあるんですよね。そのカメラにとっても得意不得意があると思ってて、でもこのカメラは結局何でもこれでいけちゃうっていう、で何でもそのちゃんとパフォーマンスを出してくれるっていうところがあるんで、もうねこれなんすよね結局っていうのがやっぱね思っちゃいますね。はい、3つ目の理由はですね、シネマラインであるっていうところです。結局ねシネマラインであるっていうことが最大の価値だと思ってて、この FX3 って結局どういうカメラになってくるかっていうと、ソニーの例えば α7 シリーズとか α6000 なんちゃらとか、まあ、ミラーレスカメラいろいろとあるんですけれども、それとはちょっと別物になってくるんですよね。ソニーのシネマラインと呼ばれるものの位置づけのカメラになってきます。これもしっかりとした業務用のラインになってくるんですけれども、このライン自体にいろんなモデルがさらに展開されているっていうのが結局やっぱり僕はそこに最大の価値があるんじゃないかなと思っております。例えば今ここにソニーの FX3 があるんですけど、こちらに FX30 というのがあるんですよね。ほぼ一緒なんですけど、こっちは APS-C スーパー 35mm センサーで、こっちがフルサイズと、であとはねちょっと交換の性能とかは変わってくるんですけども、ほぼほぼ一緒なんですよ。で使い勝手とか操作もほぼ一緒ですと。でさらに FX33 ときて、こういうね FX6 っていうさらに上位機種っていうのがあるんですね。なので3から6へのアップデートというかステップアップもできちゃいますと。でさらに6の上がまだあるんですよ。9っていうねカメラがあるんですよね。僕もねまあそんな頻繁に使ってたわけじゃないんですけど、僕も実際に作品でねまあいろいろと撮影をねで使わせていただいたりとかはしました。この9があることによってやっぱこの1個だけでの価値っていうのが高まってくると思うんですよね。例えばじゃあメインカメラを6で撮りますと、でその理由としてはやっぱりそのちょっと画質が良くなったりとか、内蔵の LED フィルターが入ってくるとか、あとはシネマレンズをより使ってよりこう映像にこだわっていきたいとかとして、まあ、6を追わないんで撮っていくとなった時に、でもちょっとアクション的なシーンが多いとか、例えばジブに乗せたいとか、ちょっとこうよりカメラワークにこだわっていきたい時とかは、じゃあそういった時はサブの3でいきましょうとかね、なんかそういう選択肢があるというふうに僕は思うんですよ。なので6とかを使ってそのサブとして3とか30っていうのを使うことができるっていうのもやっぱりこれはねめちゃくちゃいいことだと思うんですよね。で逆に6を導入した方とかでここまでの性能いらんかったわって思う方は、じゃあ3にダウングレードしたらいいとか、なんかそういうこのラインがあることによるなんかメリットっていうのは結構これ想像以上にでかいんですよね。僕の体感値ではやっぱ3の利用者が圧倒的に多くて、次にやっぱ6もめちゃくちゃやっぱ実際多いんですよね。制作現場とかではやっぱ6ってめちゃくちゃ使われていますので、で操作もね別に全然難しくないんですよね。ある程度3とかでね操作感を知った人とかは、まあ、6行ったら、まあ、若干メニュー画面とかのねなんかこう UI っていうのは変わってくるんですけども、なんかこう結局やる操作っていうのはほぼ一緒になってくるんで、そこは同じメーカーとしてこうネクストのステップが用意されているっていうのはすごくね素敵、なんかいいことなんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、というわけで続いての理由4つ目になってくるんですけれども、操作を知っている人が多いんですよ。扱える人が多いんです3は。3はっていうか FX は結局ソニーのカメラってめちゃくちゃ人気でめちゃくちゃ利用者多いですよね。利用者多くなる、ユーザーが多くなるっていうことは情報も多くなってくるし、ユーザー同士でのコミュニケーションも多くなってくると思う。ってなった時にソニーのカメラを扱える人が多いと思うんですよねやっぱり。でそうなってくると、例えば現場でカメラマンがいて、じゃあ2カメ3カメも FX だったとした時に、やっぱりねその FX の操作感を知ってる人が多くなると、そこは
やっぱスムーズになっていくと思うんですよ。その、まあ、仕事というかその撮影自体がやっぱり何も知らない人がその当日とか、まあ、前日の機材チェックとかでこのカメラを見てなんか全然わからへんってなるよりもやっぱある程度やっぱ知ってる人が多いからやっぱそこの信頼感とかこう安心感っていうのは結構別格にあるんですよね。やっぱ僕自身もオンラインサロンワンブルームをしているんですけれども、まあ、このコミュニティでですね、まあ、僕よくね頻繁にこうすいませんちょっとこの日撮影手伝ってくれませんかみたいな感じでめちゃくちゃ応募したりするんですよね。ほんならすごいこうバッてね、まあ、いつも撮影のアシスタント争奪戦みたいになるんですけど、そこでやっぱみんな来てくれた時にすいませんちょっと裏側を3とか30で回してもらっていいですかって言ったら、あ、わかります僕持ってるんでっていうパターンがほとんどなんですよ。僕はね結構ルミックスとかいろんなカメラも使うんで、まあ、すごいソニーに偏ってるところはいいか悪いかって言われたらちょっとどうなんかなっていうのはあるんですけれども、だから結局やっぱり僕も、まあ、ビハインドザシーンとか裏側をこう撮りたいってなった時に撮ってくれる人が、まあ、ソニーの方が知ってるだろうなって思うから結局やっぱソニーのカメラを持っていくことがやっぱ実際多いんですよねっていうところがあるから、なんかこう FX3 の操作感とか FX のことを覚えておくっていうのはそれだけで多分価値があるっていうか、もはやそれがベースになってきつつあるみたいなところな気がしてるんで、まあ、この映像業界の話ではですけど、まあ、なので僕としてはまあ FX であれば結構みんなが使える、まあ、ほんまにスマホ界隈でいう iPhone ですよねっていうような感覚な気がしているので、まあ、そこもそういう視点では強みなんじゃないかなと僕は思っております。というわけでそれだね、5つ目の理由になってくるんですけれども、レンズが多すぎるっていうところです。はい、もう結局ここですね。最後はソニーの E マウント、今何種類あるか知ってますか？なんとね、純正の E マウントで70種類以上あるみたいです。そしてさらにシグマとかタブロンのレンズとか他社製のものもやっぱあったりしますよね。それはしたらもうえらい数ですよね。100種類なんか優に超えてくるという風な形になっていて、やっぱそのレンズの選択肢が広いっていうのはカメラのボディとそれ以上にやっぱ大事なことかもしれないっていうのもあるので、まあ、そもそもボディだけでこれだけの良さがあるのにレンズにもすごく恵まれている、まあ、さらにこのカメラの魅力を倍よりも何倍も上げるようなところの価値がここにはあるんじゃないかなと僕は思っております。まあ、実際 E マウントシリーズ、まあ、画質にこだわるとなればこういった G マスターのレンズとかありますし、まあ、これも単焦点ですでに何種類もありますし、まあ、ズームレンズもありますし、でズームレンズに関してはもう2型っていうのが出始めてますからね。こういったところのそのレンズ資産の余裕さみたいなところもやっぱユーザーからしたら期待値もすごく上げれるし、なるほどな、選択肢が広いから予算とかもねそれ考えながら揃えていきやすいっていうのもあったりしますよね。まあ、あとはね、意外とシネレンズも結構使えるものが多かったりするのかなと思っていて、まあ、E マウントのシネレンズが、まあ、最近結構出だしているっていうのも僕は結構体感値としてはあったりするし、まあ、アナロモルフィックレンズをね使った撮影とか僕も実際しましたけれども、まあ、そのデフォルトでも E マウントをねそのシネレンズの開発の時に用意してくださっているっていうようなパターンも結構もうこっからも増えていくんじゃないかなと思うので、そういうレンズ自体がこう多くのものを楽しめるっていうのはやっぱりその映像表現の表現方法っていうのも増えていくっていうことだと思うので、イコールでなのでそこもやっぱりねさらなる良さなんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで以上が、FX3 がね、結局動画機最強ですっていうね5つの理由になるんですけれども、いかがだったでしょうか。ちなみになんでアキラさんは買わないんですかって言われそうなんで、まあ、ちょっと答えておくと、買いたくないわけでもないし、まあ、なんかいいタイミングがあれば多分買ってたんですよね。なんかたまたまねタイミング的になんかそういうのがなかっただけで、なんか結局レンタルでもいけるし、なんか周りの友達が結構みんな持ってる人多いから、まあ、あのお借りして、一緒に仕事するっていうのが結構多かったんで、なんか僕はねそんな絶対的に買わないといけないとかではなかったんですよ。で僕としてはそのシネマラインとかのカメラの FX30 とかもね出た中で、まあ、ほんまにラインとしてすごいいいからこそ、まあ、買ってもね全然いいと思ってるんですけれども、まあ、今はねちょっとこう YouTube 制作にすごい力を入れているので、なんか、まあ、今じゃなくていいかなっていう感じがします。だからちょっと YouTube が落ち着いて、それこそ映像制作とかいろんな作品にこだわっていくタイミングに入ったら、まあ一回ね、まあ、やっぱりねそういった時にプロフェッショナル向けのこうカメラをね、まあ、1台導入しようかなっていうふうには考えてるっていうような形です。はい、というわけでですね、最後に、まあ、ちょっとね、まあ、唯一の弱点というかここはどうかなっていうのだけ、最後にお話をして終わろうかなというふうに思います。まあ、なんか正直絞り出してあげるところなので、まあ、正直なんかここを懸念して購入を避ける必要は全然ないと思うんですよ。全然ここよりも良さの方が部分的には勝つと思うんですけれども、まあ、長年使ったからこそここどうかなっていうのだけ、まあ、ちょっと僕の疑問点みたいなものをちょっと最後にね、お伝えしようかと思いますので、ぜひねそこに対して何かこう思うこととかあればね、ぜひコメントで書き込んでいただければいいかなというふうに思います。まず一つ目なんですけれども、なんか便利がゆえにこだわりきった映像を作りづらいのかもしれないっていうふうに僕は思ってるんですよね。めちゃくちゃ便利だし、
もうねこれと G マスターレンズをつければもうそれが1個のもう絶対的に約束された映像が出ると思うんですけど、だからこそこだわりきる作品制作をしたいとならないんじゃないかなって思っちゃったりするんですよね。で例えばなんかオートフォーカスがすごい売りでもあるし G マスターレンズとその相性とかが売りだと思うんですけど、じゃあこのカメラでシネレンズで使いたい人ってどれぐらいいるんだろうかとか、結局シネレンズってブリージングがなかったりその背景のボケ感がすごく美しかったりとかすごいやっぱレンズの個性っていうのはめちゃくちゃあるんですけど、なんかそういう映像美のところをこだわり切りたい方がそこでシネレンズをチョイスするのかなっていうのが僕は結構疑問とかもあったりするんですよね。あとはわざわざこのカメラで外部ローで撮りたいって思うんだろうかみたいな、もう結局この内部のログ撮影で済ませる方がやっぱめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思ってて、それが決していい悪いとかでは全然ないんですけれども、このカメラを使うとなんかこだわり切るっていうところになんかこうモチベがいかないというか、もうこれが便利なのが一番の良さだからその良さを生かしたいってなると思うんで、なんかその、まあ、映像を作っていく中でよりいいレンズを使ってみたいとか、例えばジブに乗せてみたいとか、こうステディカムで大きなシネレンズをつけてステディカムでこうオペレートしていきたいとか、なんかそういう風な選択肢に逆にならないと思うんで、だからちょっと変な言い方をするとみんな結構同じ絵になってしまいがちなのかなっていうのは僕はこれを使っててよく思います。だから結局シネマラインのこのカメラとソニーのレンズをつけるっていうのが多分ほとんどの方がやることだと思うから、それで出てくる映像の感じっていうのは結構やっぱ似ていくじゃないですか。っていうのはなんかそれが言い悪いじゃないんですけど、なんかその個性的なものがちょっと追求しづらいんじゃないのかなっていうのは僕の中ではちょっとだけ思うかもしれないですね。難しい話ですこれは。で続いて2つ目になるんですけれども、このカメラはね結構ビジネス要素を含むラインなんですよね。っていうのが結構ちょっとモヤモヤするところがあって、そのいわゆるシネマカメラ、これはシネマカメラという位置づけだと思うんですけど、一応このカメラはシネマラインっていうところなんでシネマカメラという部類に入ると思うんですけど、本来シネマカメラっていうのは映像美とか結局撮り手のことをサポートしてあげるっていう姿勢のカメラってすごい多いと思っていて、でも FX って結構そこにビジネス要素が入ってしまっているイメージがあるんですよ僕の中では。っていうのもこのソニーの FX ってブリージング補正機能っていうのが追加されたりとかはあるんですけど、それはすごい良かったんですけど、でもそもそもソニーさんのレンズってブリージングあまりにも出過ぎなんですよね僕の体感値では。でそのブリージング補正を入れることはいいんですけれども、その対応するレンズがもう限られてるとかで、ブリージング補正する際は画角が 1.1 倍になるとか、なんかそこってシネマラインであればなんかせめて標準搭載でもあってもいいのかなと思うし、なんかそもそもブリージングが出ないように設計した方がいいんじゃないのかなってレンズ自体がとかは思ったりはするんですよね。なんかちょっと今回すごい物申してる感じであれなんですけど、だからやっぱりそのソニーさんとしてはその最新機種のブリージング補正を使ってもらいたいとか、ブリージング補正に対応したレンズを買ってもらいたいかなっていうのがやっぱどうしてもあるような気がしていて、でもやっぱその画質を追求するカメラなのであれば、なんかそこら辺はデフォルトでその辺は解決していくべきなんじゃないかなっていうのは僕は思ったりはします。っていうのが結構ちらほらあるんですよね。なんかそういうところが、例えば他にもシグマとかタムロンのレンズであればデブレ補正が効きにくかったりとか、結構段違いに効きにくかったりとかするんで、その純正のレンズを使ってほしいっていうのはもちろんあると思うんですけど、なんかそれよりも先になんかいい映像作品を作るためのことがもうちょっと先に優先順位として来ていたらいいのかなっていうふうには思ったりはします。だからその結局アクティブデブレ補正とブリージングデブレ補正で画角が 1.1 からの 1.1 で結構狭なっていったりするんですよね。あるだけマシだと思うんですよ。そもそもシネマカメラっていうのはデブレ補正もなければオートフォーカスも効かないものなので、あるだけマシなんですけれども、なんかそこら辺がちょっとこういろいろとね、うんって感じはあったりはするかもしれないです。まあ逆にね、あのレッドとかってそのアクセサリー類とか SSD とかそういったもので何万円ってするぐらいやから、そのビジネスとしてこうカメラっていうのはやっぱ生産されていくんで、そこは仕方ないと思うんですけれども、なんかもうちょっとねそのソニーさんのこのうまい感じっていうのが、なんかそこはやっぱシネマラインのカメラはちょっとね、あの画質優先とか使い勝手優先になってくれたらいいのかなっていうのは思いました。で最後3つ目なんですけれども、寒冷地でちょっと弱いかなっていうのが、まあ僕の中のあのちょっと気になってたところで、北海道で映像作品を作った時にマイナス10度ぐらいの環境下で撮ってると、やっぱバッテリーの減りがめちゃくちゃ早かったんですよね。結構ありえへんぐらい早かって、これ個体のその差かもしれないんですけど、とはいえその寒冷地でね何回も撮るわけじゃないんで、その1回しかわからないんでどうだったんだろうっていうのはあるんですけど、これどうですかね、その冬にねよく撮影される方とか、確かに寒冷地は弱いですっていうのがあったりしたら、この辺はねコメントで言っていただければいいかなというふうに思います。まあっていうぐらいですね。はい、弱点っていう弱点はね全然見当たらないカメラですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ僕としての結論としては、まあほんまに今のような時代に合わせた映像、例えば SNS 上の作品とか、まあ短尺動画とかそういったものの映像作品を作れるし、プロと
としてこだわっていく映像も作れたりはしますと。で逆に何も考えずにもう仕事とか一切抜きにしてただただ記録していく映像っていうのも高品質で撮影ができますよっていう、なんかそういったもの全ての映像ジャンルに高画質に対応していくのがこのね FX3 なんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、なのでね FX3 のね購入を迷う方はね多分もうあんまりね何も考えずに買っても全然いけるんじゃないかなっていうぐらい結構もう誰もが認める名機だと思うので、まあ、僕自身もそう思いますし、別にねこの動画を使って購入の背中を押したいっていうわけで作ってるわけではないんですけれども、まあ、この FX3 が結局、まあ、いろんなカメラを使ってきた中で動画撮影機では結局今のところ最強ですっていうのを、まあ、なんとなくお伝えしたかったんでね、ちょっとこんな動画を作ってみました。いかがだったでしょうか。まあ、僕もね今後もこうたくさんの映像を、ね、作っていきたいなというふうには思っていますので、ぜひねこの動画をチャンネル登録していただいて他のね動画も楽しんでいただければ嬉しいなというふうに思っております。であとはね、まあ、ソニーのカメラの、まあ、あの高画質な設定方法ではこんな感じでありますし、映像撮影とかねいろんなこう撮影テクニックとか学びたい方はね、ぜひこんな動画をね見ていただければすごくね嬉しいなというふうに思っております。というわけで皆さん本日はね最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひインスタグラムでたくさんの作品とか載せているので、こちらもねよかったらチェックしていただければというふうに思っております。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。